起きてる？シルビー、あなたの気持ちは分かりました、アリマ殿。嬉しくないと言えば嘘になるでしょうね。あなたが私の言葉にひるまず押し倒され、正直胸が高鳴りました。初めてです、自らに女を感じたのは。ただ今はまだ混乱していて、少し時間をいただきたい。私が私としてあり続けて、なお貴公と行く道を共に。シャツをお借りします。もう少しだけ一緒にいたいから。シルビー、認めるよりありません。あなたに抱かれていた私は女でした。マルセ、よろしいのですか、鉄平様。声をおかけにならなくて。はあ、芋虫がさなぎを経て蝶になったらね、最初の何日かはやっぱり戸惑うかと思うんだ。あれ、俺飛んでるよ。世界の見え方が違うよ。眩しすぎるんですよね、心が芋虫のままで。毎日おっしゃるものですから、すっかり覚えてしまいました。あの世界に割り込む資格は俺にはないんじゃないか、なんてさ。場違いなのはむしろ私です。鉄平様のおそばにお仕えさせていただけたことで、貴重な体験をさせていただいております。鉄平様。ん？人目をはばかっておいでなのでしょう。ファンホッセン家のご令嬢は慎み深い方が多いと伺っております。お気遣い感謝します。その慎み深いお嬢様相手に強引すぎたってことかな。感謝の言葉よりお許しがいただきたいです。え？お待ちしておりました、シルビア様。お迎えの車を手配いたしました。鉄平様が探しに行かれたようですが、お会いになられませんでしたか。先にお帰りになられるようお伝え願いたい。私は一人で結構です。ではそのように。先刻武道場にいましたよね。はい。有馬殿もご一緒だったようだが、何を話されて。あ、いえ、何でもありません。鉄平様のおそば近くにあって、お望みに応えるのが私の務めです。私の喜びは鉄平様のご満足をもってのみ得られるのです。下級の事態です、申し訳ありません。失礼します。今何時？7時5分だ。お疲れは重々承知した上でお願い申し上げます。起きてください、私では判断しかねる事態です。女を待たせるとは真摯にあるまじき行為だな。朝早くから失礼する、有馬殿。おはよう、てっぺお兄ちゃん。え？パパがね、今日と明日お仕事でお家にいないの。その間マリアとお姉ちゃんを預かってもらうんだって。誰に？私たちが今ここに立っているのだ。言うまでもないだろう。もうズンズンしちゃって、やきもち焼きさんなんだから。ゆうべ一方的に通告されたのだ。私だって戸惑っている。そんな嫌なことみたいに言わないんだよ。お姉ちゃん
本当にツンデレさんなんだから。確かに私たちは皆親に命を授かった。託されし者を受け止め、その思いを尊んで生きるべきでしょう。だからといって親にこの運命を定める権利などない。違いますか？シルビーはそんなに嫌？俺の言い名付けってことがさ、少し傷ついちゃうな。その態度だ。貴公にも問題はある。大体貴公がきっぱり断ってくだされば。好きだよシルビーのこと。